皆さんこんにちは。ゼロ月はみの仮面プロデューサーの深谷です。ゼロシリーズは今年で21周年を迎えることができました。ここまで続けることができたのは、長くこのゲームを応援してくださった日本のファンの皆様、そしてこの極めて日本的なタイトルを受け入れてくださった海外のファンの方々のおかげです。心よりお礼を申し上げます。ありがとうございます。オリジナル版の発売から約15年を経て、またこういった形でこの作品を皆さんにお届けできること、嬉しく思っています。特に日本以外にお住まいの方々に関しては、初めて今作に触れる機会になると思います。シリーズの中でこのタイトルだけプレイできていなかった方なども、期待して待っていてください。ゼロシリーズは我々開発スタッフとしても思い入れのある IP です。今回のようなリリースに限らず、今後もいろいろな展開を考えていますので、まずは今作を手に取っていただいて、ジャパニーズホラーゼロの世界を体験してください。こんにちは。ゼロ月闇の仮面のオリジナル版ディレクター柴田です。シリーズ1作目からこのタイトルに携わってきたのですが、早いもので21周年を迎えることができました。支えてくださったファンの皆様にぜひお礼を申し上げたい。どうもありがとうございます。このシリーズはですね、最も怖いゲームを作ろうというところからスタートしたんですけども、私にとって身近な存在である霊というのを題材に、行ったことがある日本家屋を参考にしてと、自分にとって究極に怖いものを凝縮したタイトルにしたんですね。個人的だからこそ突き詰めないと伝わらないと思いまして、全ての要素を作り込んできました。また一作一作テーマを変えて、違った怖さを違ったキャラクター、違ったストーリーで作ってきました。このテーマでですね、1回しか作るチャンスはないと思って、毎回ここでやりきろうと、思い入れを込めて作ってきたんです。だからそれぞれのタイトルがですね、古びない価値というのを出せているのではないかと私は思っております。ゼロ月闇の仮面はですね、その中でもひときわ思い入れがあるタイトルです。私がですね、恐ろしくも不思議な体験をした、あの場所の空気を再現してキャラクターや世界観を作ってきました。あの場所というのはもう取り壊されてしまって、もう私もゲームの中でしか行くことはできないんですけども、今作であの世界を鮮明な形で作り上げることができました。ですので初めての方はもちろん、一度プレイされた方も楽しめる価値を出せたと思います。ぜひゼロ月闇の仮面を体験してみてください。よろしくお願いします。